はい、皆さんこんにちは。今日はですね、こちら高知県の播磨屋橋というところにやってきています。ここ播磨屋橋は、まあ、言わずと知れたですね、まあ、高知の名所と言われているんですけれども、実は電車好きにとってもですね、結構な名所となっています。それはね、何かと言いますと、こちら目の前の線路があるかと思うんですけれども、これね、ちょっと複雑に入り組んでるんですよね。はい、ということで、実はね、ここの播磨屋橋っていうのはダイヤモンドクロスみたいになっていまして、結構ね、これ鉄道としては面白いポイントとなっています。そして現在時刻が9時半を回ったところで、もうね、夜も更けてきたところなんですけれども、今回はこちら播磨屋橋をこれターゲットにしまして、土佐電交通高知の路面電車の終電をお届けしたいと思います。では今回もよろしくお願いします。そして今回ね、お届けしようとするこの土佐電交通の終電なんですけれども、日本一もしかしたらね、複雑な動きをする終電と言えるかもしれません。まあ、この理由はまさにね、この目の前の線路にあるんですけれども、高知のね、土佐電っていうのは基本的に左方向の鏡川橋方面から、この右側方面、文字通りや御免町の方面にこれね、直進するのが一般的なこれルート。そしてもう一本のルートが、こちら桟橋通り5丁目から、こちらね、左手側の高知駅の方に行く、こう縦方向が2つね、ルートとして、まあ基本ルートになっています。ですから、このね、播磨屋橋の交差点は、基本はね、これ右に行ったり、これ左に行ったり、ということになっているんですけれども、実はね、これ皆さんもう見えているかもしれないんですけれども、線路がね、それぞれこれ違う方面にも移っています。ちょうどこれ左側の方面ですから、もう鏡川橋の方からやってきている列車もこれね、桟橋通りの方にも行けますし、高知駅の方にも行けると。そして奥の方も実はね、ちょっと見えにくいんですけれども、線路がね、これ手前側に来ているので、そう、文字通りの方からもこちらね、桟橋通りの方にも行けるということになっています。さて、これ理由なぜか分かりますでしょうか。はい、実はですね、先ほどですね、こちら縦方向が一般的な動きっていう風にご紹介をしたんですけれども、土佐電交通っていうのは基本的に大きいターミナルというかね、車庫っていうのがこちら縦方向、縦ばっかりおかしいですよね、この十字方向、高知駅から桟橋通り5丁目方向の奥にある桟橋車庫っていうところに大きい車庫が用意をされています。ですから、こちらね、一番奥の桟橋車庫に最後は列車を返さなければならないし、朝もね、そこから出庫しなければならないということで、こちらの、ね、線路が実はダイヤモンドクロスプラス、これ右へ行ったり左へ行ったりっていう構造になっています。そして今回のこの終電では、それぞれのね、各方面から来た列車が最後このね、ダイヤモンドクロスを渡って桟橋車庫に行くっていうね、様子を見ることができるので、それをね、今回ご紹介したいということで、こちらがね、日本一複雑な終電、こちらの播磨屋橋の終電となっています。はい、ではね、1本目ご紹介です。まず左側、鏡川正面からやってきたのがこちら終電の御免行きです。御免、まだね、ここの播磨屋橋から結構距離あるんですけれども、まあそれは置いときまして、この列車ね、行き先御免町なんですけれども、方向幕のところには御免とひらがなで書かれています。あ、別にね、誤ってるわけではないんですけれども、なぜかこちら御免と書かれていて、その左側には終電限定で最終って書かれています。ちなみに全てのね、列車、先ほど桟橋車庫って話をしたんですが、桟橋車庫だけじゃなくって、御免町と他にも若干の留置機能があるので、この列車は御免まで行って、そのままね、今晩はこちらには帰ってこない列車となっています。こちらのね、御免行きは鏡川橋の方からやってきて、まずね、こちらのポイントは直進です。まあ、これがね、一般的なルートになっているんですけれども、まずはこちらを直進していきます。これが9時40分発の終電の御免町行き、御免町行きです。さて、続いてね、こちら奥の方にも列車がやってきました。あちらの列車、実はね、こちらが播磨屋橋という名前で、右手側にもあれ電停があるんですけれども、あの電停の名前は実はね、鏡川橋という、違いますね、電鉄ターミナル前という名前になっていまして、まあ、これね、交差点のね、これ渡るだけで違う駅名っていうのはちょっと面白いところではあるんですが、ということで、あちら今右手側にこちらね、終電と書かれた列車があります。まもなくね、こちら交差点の方を渡ってくると思うので、それをね、見てみたいと思います。で、そんなものを待っている間、左側にもこれね、列車がやってきました。こちらの列車、行き先を見てみますと、なんと桟橋車庫前と書いてあります。桟橋車庫、そう、こちら右手に行かないといけない場所となっているんですけれども、そこに行くためにはね、こちら今からですね、この列車動いていくんですけれども、ちょっと複雑な動きを取ります。そして右手側の列車もね、今からやってくるということで、今ちょっとね、今からね、複雑なシーンを見ることができます。さて、まず右手側からやってきた列車はこちら最終の鏡川橋行きというふうに書かれています。
これはね一般的な系統ですよね。はい、ということでこちらね右から左に行く一般系統の列車がまずはこちらを通過していきます。こちらが最終の鏡川橋行き21時40分発です。そしてね続いてこれ右方向を見ますともうね次の列車が止まっているということでこれ結構暑いですよね。はい、で実はねこの列車も桟橋車庫前行きです。これ左側も桟橋車庫前行き、これ右側も桟橋車庫前行きということでそれぞれねこの列車をね実はこちらに行かなければならないということで今からちょっとすごいシーンがこれ見上げられるのでぜひね皆さんご覧ください。はい、そしてねなんとねこれ左側にも列車がまたやってきましたということであちらの列車もなんとね桟橋車庫前行きですということで今ですねこちら播磨屋橋に3方向播磨屋桟橋車庫前行きがいるというですねこれすごいシーンが今目の前に現れています。はい、そしてね列車が今これ左側と右側それぞれこれ分かれていっています。そう、右と左側にクロスをしてこちらね入ってくるんですけれどもまずねこれ右の列車はこれ素直にこちら線路を入ってきました。鏡川橋方面からこれ桟橋通りの線路に入ってきてそのままですね鏡川橋ですねあちらですね文字通りの方から入ってきてそのまま車庫の方に向かっていきます。そして左側の方の列車は一旦ですね高知駅方面に移っていきました。こちらの桟橋車庫前駅は一旦高知駅方面に移ったということでということは何が起こるのかなんですよね。ではねそちらの方も次ね信号が変わりましたら追いかけてみたいと思います。ちなみにこちらの列車桟橋車庫前駅これ千鳥町から来てるんですけれども一応ですねこちらの播磨屋橋のところでも情報の、ね、扱いは行っています。はい、そしてね続いてこれね直進するんですけれどもこれが高知駅の方からやってきた桟橋車庫前行きということでこれがね、まあ、通常のこれ縦移動ということで基本的なこれ動きとなっています。なので今ねさっき行ったばっかりなんですけれどももうすぐにね桟橋車庫前行きがやってくるということでこれちょっとね深夜ではありえないぐらいのこれ高頻度で桟橋車庫前行きの列車がやってくるということになっています。はい、そしてねこちら桟橋車庫前ということで列車がやってきたんですけれどもこの車両そう実はね先ほどですねこの右手側播磨屋橋のこちら鏡川橋方面からやってきた列車ということでここをねターンをしていった列車なんですけれどもなんとねこれ方向転換をしてまたねこちらの桟橋車庫前ということで通常のね線路に戻ってきたということなんですよね。そう、まあ、実はですね鏡川橋方面から桟橋車庫に行きたいとなった時には直接ですねあちら右側の方に行くことはできないので一応ねもうちょっと播磨屋の手前まで行って実はこれ方向転換をしないっていうのがあるの でこれがね実はこれ深夜に行われるということで結構ね激アツなんですよね。でこちらね右手側今出発をした桟橋車庫前駅の列車が止まっている中で行ったばっかりなんですけれどももなくねこの列車も登場するということになっています。ちなみにこのね移動中実は営業中なのでこれ車内にねいながらこれはね列車のこれ方向転換の様子っていうのを見ることもできます。そしてねこちらねこちらの播磨橋に突入していったこの列車は今度はね縦の移動ということになりますのでまあ高知駅から来たので何一つ変わらないような顔をしてこちらの播磨橋の交差点を渡ってあちらの方に進んでいきます。そして一応ですねあちらの播磨橋の駅で止まるんですよね。ということですねなんとですねそうこの列車は播磨橋をこれ2回ね止まる列車ということになっていてちょっとこれ面白いんですよね。はい、今度はねまた再びですね列車の方がやってきました。こちらはですねまた鏡川橋方面の列車ということでこちら止まっているんですけれどもこれもですねまた桟橋車庫前行きというふうに書かれています。ということでですね今から何が起こるかと言いますとこれ右手側からこちらね左手側への移動が次ね起こるということで今度はねじゃあこれ外からこの桟橋車庫前行きの方向転換の様子っていうのを見てみたいと思います。はい、ではねこちら列車が登場しました。今正面の信号は赤なんですけれどもこれが動けるということで特別にねこれが動くための時間というかね信号が設けられているものと思われます。そして、ね、この列車今ねこれターンをしてきているわけなんですけれどもお客さん乗ってるんですよね。そう、この列車は一応ですねお客さんを乗せながら方向転換を今から行うということになっています。さてこちらの列車は高知駅方面に入ってきたんですけれどもこの後方向転換をします。さてそれがねどこで行われるかっていうところなんですけれどもまずこれ信号で1回ね列車が止まりました。ですので今ねこの段階ではこちら右からやってきている高知方面と同じ線路に入っているので特にね逆走というわけにはなっていません。
だけですけど、これ行き先はね、桟橋車庫って書いてあるんで、これね、行き先としては逆走になってるんですよね。そしてことで、これ列車がね、これ高知駅方面に行くのかと思いきや、突然これギュギュギュってことで止まってしまいました。はい、今ね、この列車はこちら播磨屋橋とこちら高知駅方面の線路のど真ん中に止まっています。そして、あ、運転手さんもこれダッシュをしてきましたね。はい、ということで今こちらね、前の方にこちらやってきまして、前哨灯がつけられました。はい、ということでね、なんとね、こちらね、本線上でこちら方向転換を行いまして、そしてね、あ、もうですね、これ動き出すんですよね。まあ、たったね、数秒でこちらね、動き出しまして、今これ目の前にポイントがあるんですけれども、このポイントを入っていって、今度は左側方面に行くということで、播磨屋橋方面に再び向かっていきます。はい、ということでね、先ほどはこちらね、右側から左側まで走っていった列車が、で今度はね、しっかりと逆向き、線路もね、反対側になって、今ね、右の方を向いてこちらに止まっています。はい、そしてね、信号が青になりましたので、こちらの桟橋車庫前駅はこちら播磨屋橋のダイヤモンドのクロスのところを渡って、今ね、右手側の方面、桟橋車庫前の方面に走っていきました。これでね、あとは桟橋車庫に帰っていくだけということになっていくわけです。さて、もう時刻はね、まもなく10時ということで、まあ、東京とかにいたらね、全然早い時間ではないんですけれども、残りはね、1本となりました。さて、その残り1本はどういう動きをするかって言いますと、実はこの列車と同じ動きということで、あちらのね、鏡川橋の方からやってくる列車で、桟橋車庫前駅となっています。ということでね、今度はね、最後のこの列車をしっかり車内からね、これ見てみようということでね、実際の方向転換を今から車内から見ていきましょう。ということで、まずはね、播磨屋橋からこれ乗れるのかどうか怪しいので、一旦ね、堀詰駅の方に向かいたいと思います。はい、ということでね、こちら播磨屋橋の次の駅、堀詰にやってきました。この堀詰駅の方から次ね、今度はこちらね、播磨屋橋の方に向かっていきたいと思います。今ね、これ列車が来るよっていうことで音楽が鳴っているんですけれども、なんかね、なんかね、これ播磨のね、これ入店時の音楽みたいなのが鳴ってるんですよね。なんかちょっと変な感じがします。で、こちらね、基本的に先ほどお話をしたように、堀詰駅では方面が播磨屋橋御免方面と書かれていて、反対側も鏡川橋方面っていう風に書かれているっていうことで、あちらをね、やっぱりこう縦に動くのが基本の列車だっていうのがわかるかと思います。そしてね、こちらの時刻表を見ていただいても、日中はね、文字通りや御免行きっていうところがね、基本的な動きとなっていまして、まあ、夕方とかですね、ラッシュ時に合わせたりとか、終電の時間帯のみこれね、車庫という風に書かれています。まあ、このね、地図を見ても、これ井野からこれ御免橋という風に書かれていて、縦方向に桟橋通り5丁目からこちら高知駅前と書かれています。そしてね、ここですよ、ちょうどね、桟橋車庫前のところに土佐電交通車庫という風に書かれているので、最後にね、こちらに帰っていきたいってことで、今回ね、ご紹介をしたんですけれども、こちらの鏡川橋方面からこれね、右に入るときにこっち行ってこっち行くっていうパターンと、高知駅方面から縦に行くパターン、そしてこちらの御免町の方からスルッとね、こちら左に入っていくパターンっていう、このね、3つのパターンをご紹介したということになっています。はい、ではね、こちら列車の方がやってきました。桟橋車庫前駅でしっかりとね、行き先のところには最終という風に書かれています。ちょっとなんか明るくて、ね、見えにくいんですけれども、でこちらが最終の桟橋車庫前駅です。ではこれに乗っていきたいと思います。はい、ということでね、まずは車内放送でこちらね、播磨屋橋とのみのご紹介ということで、桟橋車庫前駅って言ったアナウンスは自動放送には入っていませんでした。で、まずね、こちら22時2分に播磨屋橋の文字通り方面の電停に到着をして、こちら扉を開けました。降車扱いです。まあ、ここからね、乗る人がちょっといなかったので、ここで本当に桟橋車庫前行きっていうのがドア扱いするかどうかってちょっとわかんなかったんですけれども、まずはね、こちらで22時2分1回目のこちら播磨屋橋到着です。そしてそちらのね、乗降が終わりますと、まあ、一旦こちらね、ちょっとだけ前に出てからですね、いよいよこちらスタートをしていくんですけれども、いつもだったら右側の方面に進んでいくこの路面電車が、
左側の方にね、こちら平面交差というかね、こうクロスをしていきます。で、今こちら入ってきた線路なんですけれども、高知駅前方面の線路で、まあ列車の向きとしては逆走にはなっておりません。ただもちろんね、行き先については桟橋ジャポマン駅なので、こちらはね、行き先は逆走ということになっています。そしてこちら車内の表示なんですけれども、車内の表示は播磨屋橋駅の、まあ、停車直前と同じで、ずっとね、次は播磨屋橋となっています。まあ、通常でしたら播磨屋橋の次っていうのは梅の辻という駅になっているので、梅の辻って出てもおかしくないんですけれども、次は播磨屋橋のままで逆走ということになっています。ですからね、ちなみに今乗り換え案内でこの列車検索すると、ずっとね、この2分から播磨屋橋に一応いることになってるんですよね。まあそれもなかなか不思議なところではあるんですけれども、まあそんなお話をしながら、先ほど外でご紹介したポイントのところをまずね、進んでいきまして、その後目の前に白いラインが見えたところで、この列車は急停止をします。さて、まあ止まりましたということで、次にね、行われるのは何かなって話なんですけれども、運転手さんがね、こちらで今列車の方立ち上がられまして、方向転換をね、準備用に向かわれております。ということで、こちらね、運転手さんが出られまして、反対側、今度またね、播磨屋橋方面にこちら運転手さんが向かわれています。はい、そしてね、方向転換完了しましたら、今度はね、また桟橋車駒前方面に逆走ということになっていまして、このポイントを左側方面にこの列車は入っていきまして、これでね、ようやく桟橋車駒前方面に入ってました。まあ、ここからね、正規ルートでこの先桟橋車庫の方に向かうということなんですけれども、まずね、普段は行わない平面交差を左にずれて、その後方向転換をして車庫に向かっていくっていうところをね、車内からご紹介することができました。まあこの次はですね、せっかくね、この車内乗っていますので、播磨屋橋のところをですね、いよいよ平面交差していくっていうところをね、ご紹介してみたいと思います。信号がね、左前見ますと青という風に変わりましたので、列車一旦停車をしたんですけれども、再びね、進行していきます。ではね、こんな感じでプシューとね、音を鳴らしながら、これね、ブレーキが緩んだ音なんですけれども、いよいよ平面交差の方に入っていきます。まあ、ここからね、見てみますと、ちょうどね、左にも右にもね、これポイントがあるので、まあ高知駅の方からも、まあ井野の方にも行けるし、五面町の方にも行けるという風になってるようですね。そしてこちらね、平面交差こんな感じで、ね、通過していくんですけれども、この独特な、ね、音っていうのはね、なかなか体験できないと思うんですけれども、そんな、ね、平面交差を出まして、こちら再び播磨屋橋の方に入ってきました。こちらの電停も電鉄ターミナルではなくって、播磨屋橋の電停となっています。ということでね、こちら再び今度はね、扉が来ましたので、今度僕はね、この列車を降りていきたいと思います。ちなみにこの時間は22時7分ということなので、2回目のね、こちら降車まで5分ぐらいかかったということになっています。そしてこちらの播磨屋橋のところでは、再びね、お客様の乗車がありました。はい、ということでね、こちら再び2回目の播磨屋橋駅に到着をして、こちらね、今客扱いを行いました。行き先のところには最終桟橋車駒駅というふうに書かれています。はい、ということでね、今回はこちら土佐電交通の最終列車のご紹介ということで、こちら播磨屋橋を例にとってですね、様々なポイントを渡ってくる列車をこれご紹介しました。こんだけね、やっぱり動きがある終電っていうのは、なかなかね、全国的にも例を見ないのではないかなと思います。皆さんもね、よかったらこちらね、高知に来られた際、まあ終電といってもね、まだこれまだ10時ね、10半にもなっていない時間ですので、比較的ね、簡単に見やすいかと思いますので、こちら終電、土佐電交通の終電の方を見られてみてはいかがでしょうか。はい、ということでね、今回の動画はこちらで終了したいと思います。この動画が面白かったという方は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。バイバイ。